この数字なんだかわかりますか？尾形が滑る確率アップ違います。これ在宅勤務続けたい社員の割合なんです。だからこそ社宅 2.0 サンキュー採用。人材の確保うまくいってますか？せっかくチームの戦力になったのに新天地へ移籍、あなたの会社も怒ってないですか？給料だけで動く時代じゃない。サンキュー採用。